邪魔します。おい、あんた。おい。 久しぶりだな、切り込み隊長。誰だ。ご挨拶だな。忘れちまったのかよ、この声、この顔を。柔道。言ったろ、戦場じゃ背中に気をつけろってな。コルカツベビー。 死んじまったってか。あ、確かにな。あれから随分辛い旅を続けてるようだな。おめえ昔言ってたよな。さ、違う、俺は恨む。勘違いするな。確かに残酷なさいけど、俺は分かるか。 グリフィス出なきゃ。さあ、お前がグリフィス。行くぜ、ガッツ。どうなってんだ一体。 戦い。
な日が来ると思ってたぜ。俺たちの恨みを晴らすために戦ってるんじゃねえ。てめえ自身の恨みのために這いずり回ってるのさ。はあ、綺麗事言ってんじゃねえぜ。パック、だるぞ。え？来い。一体何が？さあな、何にしてもゾッとしね。行くぞ。いいもんですね。こういうしんみりしたのもいかにも旅って感じがしますよ。どこがだ、ろくでもない。寒いは空腹だわ。それじゃあやっぱり帰りますか。黒い剣士を諦めて。そのつもりはない。諦めるものか、黒い剣士。あの男に出会った時、私の見知った世界が音を立てて崩れ去った。あれが本当の私だ。私は権力で飾り立てられた私ではなく、本当の自分と向き合いたい。権力を振りかざすことでしか自分を見出せなかったファルメーゼさん。黒い剣士に出会ってから変わってしまった。執拗に黒い剣士を追い求めている。まるで炎で雪を溶かそうとでもするように。
でも諦めねえ。うわあ荷物持ちの代価に荷物全部持ってく人がいますか。これはな、盗んだわけじゃねえぞ。俺はおめでたいお貴族様に世間のエグさを親切にも享受してやろうと。おや、というわけでお客様をお連れしました。どうも。探したぜ、血まなこになって。さあ教えられてやろうじゃねえか、あんたの剣の奥義、秘奥義、余すところなく。でお前ら何なんだ。セルピコ、ひざまずきなさい。何の真似だ。黒い剣士殿、どうか私どもを旅の一行にお加えください。私は知りたいのです、私の姿、秩序を超えた真実を。そして学びたいのです、秩序の巧妙なき闇の中でも生き抜く術を。どうかお導きください。何言ってんかよくわかんねえ。ダメダメ、お帰り。貴族ってのはどうしてこう仰々しいんだ。好きにしな。邪魔にならない限り俺は口出しねえ。ただ明日にあんた後悔してるかもしれないぜ。俺たちと行くってことはもう眠れる夜は来ないってことだからな。この俺が初めて赤の他人に期待してる。自分のまがまがしさに戦慄してる。それでガッツの兄ちゃん。ああ街道を抜けて港。みんな俺様につい。大丈夫。みたいにぶっ飛ばしちまえ。
んじゃねえ。暇ねえんだ。
んだあいつら。どうやらこの街道沿いはお化けさんでいっぱいのようですね。腕が鳴るぜ。お前このままでは俺一人ならなんとかなる。一旦引くぞ。キャスカさんとファルネーゼ様を連れてここを突破するのは、明暗ガッツさん、この辺り。ああ、
雑貞連中だぜ。剣圧ですね。
さっさと行くぜ。Ah!
余裕だぜ。お前は何もしてなかろう。うざって連中だぜ。なるほど、嫌がるぜ。ここで戦うのは不利で。そうだな。凄まじい剣圧ですね。ここら一帯にさあ来るぞ。こりゃ切れないよ。まあ、それことだけど。
仕事をしてるね。奴らの…これ切れないよ。前のことだけど…リレー、リレー、凄まじい結果ですね。この地役とどもか。しょー、これも…相手が何だろうとお構いなしですか。
電流の錆だ。み。知らずで
まじい剣圧ですね。どうやら片付いたな。大将、これでしまいにしな。幸先よく旅を始めるってわけにはいかん。俺と一緒に旅をするってことは、なんなん、死んでも死にきれねえ。生きにえ、生きにえ、死んでも死にえ。いや、これは多いですね。イラつくぜ。兵隊ごっこに付き合ってられねえぜ。あっ、兄ちゃんが押してる。なんとかなるもんですね。のんびりしてる暇はねえ。行くぞ。エルフヘルムへゴー。え、海に出たけりゃ峠を越えるとええ。
ありがとうよ。気をつけなされ。なんだか。なんだよ、じいさん。山賊？カルネーゼ様が旅をお続けになられる以上、私も従者としてあなたとうまくやっていこうと思います。ですが、もしもファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時は確かにファルネーちゃんがさらわれた。あいつらだよ。キャスカたちをさらったのは。